はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、みんなからリクエストがあったこちらの髪の毛の巻き方を紹介していきたいと思います。前にストーリーズでちょっと久しぶりに巻いてきたんだけどどうかなみたいな感じで巻いた時にすごい好評で、この巻き方知りたいっていう方が結構たくさんいらっしゃったので、今回は動画にしてみました。なんですけどちょっと不安でなんかあんまり詳しいやり方みたいなのがなくてですね、動画見てもらったらわかると思うんですけど、結構まあ適当な感じなのでちょっと不安ではあるんですけれども、まあでもせっかくこうみんなにリクエストをいただいたので動画にしようかなと思って動画作ってみたので、ぜひ参考になったら嬉しいです。よかったら最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでじゃあ早速やっていきたいと思います。まず何もしていない髪の毛が今こんな感じです。私のカットのあれで言うと、顔周りに結構レイヤーがこんな感じでバーって入っているのと、後ろもちょっとレイヤーを入れてもらってます。なのでこう短い髪の毛と長い髪の毛があるっていう感じの、なんかこう自然とこうくびれる感じの髪の毛っていうのがまず前提にあります。で、まあ巻いていくのはコテを使うんですけど、先にちょっと普通にストレートアイロンで毛先を若干外を跳ねにしていきます。まず上下にブロッキングします。この取る量っていうのは、私はこの眉毛の延長みたいな感じで、こんな感じで取ってます。これは本当なんだろうな、その髪の毛の量とかによっても変わってくると思うんですが、私はこんな感じでまず上を取って、でこの残った下の部分をこのストレートアイロンを使ってちょっと外跳ねにしていきます。ちなみにコテはリファのコテを使ってて、温度は180度にしてます。リファのアイロン軽くてすごい使いやすいんですよね、滑りも良くて。でまあまずはこんな感じで本当に若干外跳ねにしていきます。なんかコテで外跳ねにしてもいいんですけど、コテだとちょっと私やりすぎちゃうので調節が難しいから、私はアイロンを使ってやってますが、コテでうまいことできるっていう方はコテでもいいかなって思います。なんか外跳ねだからといってあんまりくるんってやるとコテみたいに結構グリッてなっちゃうので、ポカーンってた今そうなので、結構イメージ的にはもうほんとストレートにするぐらいのイメージで、若干こう外にスーって抜くぐらいな感じで大丈夫かなと思います。全体的にやっていきます。まあこの中の髪の毛はそんなに見えないと思うので結構適当で大丈夫かな。ちなみに今後ろはこんな感じですね。ただ外跳ねにしただけっていう感じで、これができたらもう上を外しちゃって、で上もちょっとだけ整えていきます。あんまり上は外跳ねにしようとせずに、ほんと整えるぐらい、ちょっと寝癖整えようかなぐらいの感覚で大丈夫。ある程度通したらアイロンはもう終わりで、次はこのコテを使っていきます。私はこれは26ミリかな、多分32かな、26だった気がします。でもリファのコテです。そう、コテも私リファ使ってていいんですよ。やっぱこれも温度は180度に設定してます。まあ、本当すごい簡単っていうかめっちゃ単純な感じなんですけど、まあ、ちょっと軽めに髪の毛を取ってもらって、このぐらいかな、割と少なめ、もうちょっと詰めかな、上の髪の毛、さっきブロッキングした上の髪の毛を取ってもらって、で顔周りは外巻きで巻いていきます。この開く方をこっちの正面に向けて、これを中間ぐらいからかな、挟んでくるって巻いて、ちょっと抜いて、またくるって巻いて抜いてみたいな感じで、であんまりこう毛先までグリってやんない感じ顔合ってるかな、だからそう、こんな感じで結構ゆるく巻いていきたいので、私はもう一回ぐらい外巻きでもいいかも。こう取って中間ぐらい挟んで巻いて抜いてくるって巻いて、もう一回くるくる巻いて回しながら取るみたいな感じでやると、割とこう細かくできるので、180度で結構高温だから、そんなにこう待つ時間とかはなくても結構くるっとなってくれるので、こんな感じでやっていくんですけど、私はミックス巻きにしてます。なので次の束は内巻きにしたいので、この開く方を後ろに向けて挟んでくるくるやって、抜いてくるくるやって、
これはもうほんと適当に交互にやっていく感じ。あんまり毛先まで挟まずに、割と毛先はこうストレートでも私は好きなのでこんな感じでやっていくんですけど、顔周りの毛はこの下の髪の毛もやった方が綺麗に見えるので、この下の髪の毛も外に巻いていきます。こんな感じで、多分ツイスト巻きっていうのかな、私あんまり髪の毛の巻き方の種類とか詳しくないんですけど、おそらくツイスト巻きって言われてる巻き方な気がするちょっとこの今下の方にボリュームがあって、上があんまり巻けていないので、上もちょっとこう重点的に巻いてみたり、上だけ下まで通さずにすると若干こう立体感というかトップにも動きが出るので、あとは調整しながらやっていく感じですかね。結構やっぱ取る量を少なくすればするほど、その分ボリュームっていうかふわっとなるので、ふわっと系の巻きが好きな方はちょっと取る量を減らしてみたりとかするのもいいと思います。で、私は髪の毛がそんなに今長くないから、もう上だけ、あんまり下まで巻かずに上積みの髪の毛だけ巻いたりするんですけど、髪の毛ロングの方とかはちょっと中が巻いてないと目立っちゃうかもしれないので、中までしっかり巻いてあげてもいいと思います。あとはもう本当にこれの繰り返し、すごいきっちり分けて巻くっていうよりも、なんか意外と雑に巻いていった方が可愛くなったりするので、全体のバランス見ながら適当に髪の毛取って巻いていくのが私的にはいいんじゃないかなって思うので、全体のバランス見ながら、ちょっとここ巻き足りないなっていうところをもうちょっと巻いてみたり、やると意外と仕上がり可愛かったりします。なんかハウトゥー動画撮ってるんですけど、ハウトゥー動画として上げていいのか分かんないぐらい割と本当適当な感じなので、あんまり期待しないでくださいあとはやっぱ髪の毛にレイヤー入れるとすごいなんか自然とそれっぽく見える気がするから、なんかちょっと雰囲気出したいなっていう方とかはレイヤー入れてみるのもいいと思う。長さが違う髪の毛があることですごいこう髪の毛に動きが出るんですよね。パツって切ってるともう全部がバンって同じ長さだから、巻いたりしても全部同じ長さでちょっとこう重たく見えちゃったりとか、なんか下だけすごいボリュームが出ちゃうとかある気がするから、レイヤーは結構私はおすすめかな。はい、ということで今とりあえずこんな感じで一旦一通り巻きました、巻いてみました。後ろはこんな感じです。まあ私がその好きな巻き方っていうのが、あんまりこう毛先はクリンってしすぎずに、でちょっと細かい束感っていうか、髪の毛短いからっていうのもあるんですけど、細かく髪の毛取ってあげてふわっとするような巻き方が好きなので、まあ、こんな感じでやってます。で、最後にちょっとこの顔周りの髪の毛、ちょっとこう短い髪の毛あると思うんですけど、これを外にこうやって流していきます。まあ、なんかこれ内側にこう巻いてあげても可愛いと思うんですけど、ストレートの時とか割とこう内に巻いてあげてレイヤーをこう目立たせる感じでコテを通すこともあるんですけど、今回はちょっとこの顔周りの短い髪の毛を外に流す感じでやっていこうと思うので、この短いところを取って、これをコテでこのパカパカ開く方を下に向けてサッてギュッてちょっと巻く。で、あったかいうちはちょっとこんな感じで持ってあげてキープさせます。髪の毛は冷めた時に形がつくので、まあでも上だろう5から10秒ぐらいかないいと思うんですけど、こんな感じでちょっと持ってあげて流してあげます。ここはあんまクリってやりすぎるとあれなので、ゆるーくこんな感じで流していくのをこっちもやります。これもこの開くを下に向けてさーって通す、上げて、そうするとこの顔周りの髪の毛がこうやって流れてくれるので、私はこんな感じで巻いてるかな。はい、ということで、まずはちょっとこうふわっとさせてあげて、これで完成めっちゃ簡単ですよね。そう、これなんかハート動画にするのも申し訳ないというかぐらいめちゃくちゃ簡単な巻き髪なので、そんなにこう凝った作業というかあんまりしてないので
不安なんですけど、前出た時に好評だった髪の毛の巻き方はこんな感じで巻きました。やっぱりまず第一としては髪の毛にレイヤーを入れると動きが出てよりこうおしゃれに見える気がするので、私はレイヤーを入れることをおすすめするかな。特に髪の毛短い方とかはレイヤーを入れるといいと思います。であとは毛先をあんまりこう巻きすぎないっていうのと、取る量、髪の毛の取る量は割と少なめで、結構こうコテを回しながら細かく巻いていく、ふわっとさせるっていうのをポイントにして巻いてます。まあ、なのでこういう巻き方が好きっていう方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということで今回はこんな感じで髪の毛の巻き方を紹介していきました。ちゃんとしたハウトゥーっていうのがなくて申し訳ないんですが、きっちりしすぎない方が逆に可愛く巻けると思うのでぜひやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。